フィニッシュ国立自然史博物館の骨格標本の展示骨格標本とは動物の標本の方式の一つで骨格のみを取り出して標本としたものである。主にしっかりした骨格を持つ動物で使われ作成の過程では解剖や科学的処理などにより難組織を除去する処理が必要である。骨格標本は石灰質などの硬い骨格が発達する動物において それ以外の部分を除去することで標本とするものである。脊椎動物のそれが代表的であるが、一産後の標本などもこの名称が使われる。外骨格や体表の骨片が発達した動物においては、特に軟組織を除去することなくそのまま乾燥させて、標本とすることも可能であり。これも広い意味では、骨格標本的ではあるが、これらは普通は乾燥標本と呼び、 通常は骨格標本と呼ばない。骨格標本を作成する場合、骨格だけを残すために柔らかい肉や結合組織を完全に除去する処理を行う。それらは解剖など手作業で行う過程に加え、生物的に分解させて処理する方法や、科学的に分解する方法などがあり、時には様々な手法が併用される。完成した骨格標本は匂いも少なく、 液心標本などに比べて安全でかつ保存性が良い点で優れる。しかし骨格以外の組織は完全に失われているため同時に標本の持つ情報は限定的でもある。脊椎動物のように頻繁に骨格標本が作成される動物では骨格そのものの構造に重要な分類形質が含まれるためそれに基づいて分類が行われてきた経過もあるが 見方を変えれば、保存の良い部分に頼った分類が行われてきたとも言える。これを避けるためには、液心標本など、組織部分も保存するような標本との併用が望ましい。小さく、骨格の貧弱な肺や小型魚類に関しては、こうした乾燥状態での骨格標本作成は難しく、透明骨格標本が作成される。骨格は保存性が良いだけでなく、 分類学的にも重要な特徴とされる。例えば、哺乳類では、頭蓋骨の構造や歯の形や、配置などが種に関しても、目などのより高次な分類段階においても重視される。また、生態学からは、骨格の発達や歯のすり減り、等から年齢など様々な情報を得ることができる。無脊椎動物でも、例えば、石産後の骨格からは、小虫ごとの角壁の構造や、 小中間の仕切りのあり方、小虫が増殖する際に分裂であるか出荷であるかなどの様々な情報が得られ、それらは分類上重視されている。また、骨格の特に硬い部分は動物が死後、腐敗したり捕食された後にも断片的に残存することがあるため、野外でそれを拾うこともあれば、粉中から骨片が見つかることもある。さらに、 化石としても古生物の骨格が得られることがままある。そのような場合、原生の動物骨格との比較が重要となる。以下のような動物群で骨格標本が使われる。骨格は死体において最後に残るものであり、ある意味では死体そのものより強く死の象徴となりうる。そのため、人体の骨格標本は、学校の理科室などで階段のネタにされやすいことで有名である。 骨格標本の作り方は様々な手法が存在する。いかにそのいくつかを簡単に示す。いずれにせよ、このような処理では肉が完全になくなるとは限らず、最終的には手洗いとブラシ、ピンセットなどによって細かいところの肉を掃除して、その後乾燥して仕上げる。分類学的な標本としてはこれで十分であるが、展示用などの場合、 これらを生きていた時の状態につないで組み立てる。なお、現世の動物であれば生きている状態が分かっているので、それに合わせて組み立てればよいが、化石動物の骨が揃った場合、これをどのように組み立てるが正しいかは、簡単には判断できない。これを生きていた状態を想定して組み上げられるようにするのを復元といい、古生物学においてはそれ自体が大きな課題である。 21世紀において販売されている人体の骨格標本は、倫理上や衛生上の問題から人体模型であることがほとんどであるが、過去に模型の造形が困難だった時代には、インドや中国から骨が輸出されたり、検体を使った標本が制作されている。しかし、これら本物の骨格標本が一般に展示されているケースは稀である。自らの意思により検体した例として、 杉山茂丸やルーマニアの教師の例などが伝わる。2000年代に入ると日本各地の大学が明治時代から1970年代にかけて研究目的としてアイヌの遺骨を収集、保管していたことが判明。2010年代には裏ロアイヌ協会が大学に遺骨の返還を求める訴訟を起こす動きも見られた。収集先の不明の遺骨は2020年に 北海道白尾町に建設されたうぽっぽいの慰霊施設に収められた。ありがとうございます。